種の起源は、チャールズ・ダーウィンにより1859年11月24日に出版された進化論についての著作である。題名は、岩波文庫版のように、種の起源と表記する場合と、公文社古典新約文庫版のように、種の起源と表記する場合がある。ダーウィンは、種の起源の中で、エボリューションではなく、ディセント・ウィズ・モディフィケーションという用語を使っている。 進化という意味でエボリューションを用いたのはハーバート・スペンサーであり、ダーウィンも第六版で用いている。彼は自然選択によって生物は常に環境に適応するように変化し種が分岐して多様な種が生じると主張した。そしてこの過程を生存競争、適者生存などのフレーズを用いて説明した。自然選択とは生物が持つ性質は個体感に 違いがあり、その一部は親から子に伝えられ、環境収容力が繁殖力よりも小さいため生まれたこの一部しか生存、繁殖できない。性質の違いに応じて次世代に子を残す平均的能力に差が生じるので、有利な個体が持つ性質が維持、拡散するというメカニズムである。彼はすべての生物は一種あるいは、 ほんの数種の祖先的な生物から分岐して誕生したのだと述べたが実際にはタイトルに反してどのように個々の種が誕生するかはほとんど説明しなかった。生物の地理的分布や正当化についてもわずかに言及している。当時は DNA や遺伝の仕組みについては知られていなかったので変異や遺伝の仕組みについてはうまく説明できなかった。 また進化を進歩とは違うものだと認識し、特定の方向性がない偶然の変異による機械論的なものだとした。ダーウィンは進化の概念を多くの観察例や実験による傍証などの実証的成果によって進化論を仮説の段階から理論にまで高めたのである。本書は非専門家向けに読みやすく書かれており、幅広い関心を集めた。当時の生物学の根本をなす。 宗教的信念を否定したために、科学的だけでなく、宗教的、哲学的論争も引き起こした。ダーウィンの貢献以来、中立進化説の確立など、進化理論は、急速に発展した。しかし自然選択説は適応進化の要因として、現在も、科学的に認められたモデルである。一方、現在でも、進化論を否定する創造科学や、インテリジェントデザインなどの説が、 半進化論団体によって主張されている。詳細は、創造科学及びインテリジェントデザインを参照なお、ダーウィンの言葉として、最も強いものが生き残るのではなく、最も賢いものが生き延びるのでもない。ただ生き残ることができるのは、変化できるものである。という言葉が紹介されることがあるが、ダーウィン自身の発言や、種の起源に該当する言葉はなく、 経営学者メギンソンの解釈がルフしたものである。この樹形図は種分岐を説明するために種の起源に唯一掲載されている図である。本書の完全な題名は自然選択の法とによる、すなわち生存競争において有利なレースの存続することによる種の起源音。The Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favored. レーセズ・イン・ザ・ストラグル・フォー・ライフである。なお、ここで、レイセーセズとは、種族の意味である。改版は、第2版以降、13年間にわたり過失修正を加えて、1872年の第6版まで継続された。特に、第6版では、自然選択説に向けられた、主旨の異論の章を新たに追加し、それまでに寄せられた異論について、回答を述べている。 また、第6版では、タイトルの戦闘の音が取り除かれた。なお、第6版についても修正が続けられ、ダーウィンによる最終的な編集は1876年であったという。版を重ねるにつれて、批判に応じて、自然選択以外の要因も認めるようになっていった。自然選択説につながる記録や考察は、ビーグル号の公開中及びその直後から続けられていた。 本書につながる直接的な源流は、公開から6年後の1842年6月にノート35枚にまとめられたスケッチおよび1844年6から7月に231ページにまとめたエッセイであった。これらはダーウィン自身で保管しており、執筆当時は公表されていなかった。1856年からダーウィンは、 種の起源に関する本の執筆を始めたが、1858年にウォレスからの手紙によって、その本の執筆を中断することになった。その中断された著作の要約版として表されたものが、本書、種の起源である。この経緯については、チャールズ・ダーウィン自然選択説の公表を、参照最初は1896年に、立花ブ三郎により、 生物資源という題で翻訳された。1905年に東京海政館が種行き起源と題して出版。1915年に大杉久志による翻訳本、種の起源も出された。今日最も入手が容易な翻訳書は岩波文庫版、種の起源である。これは原初第一版を基本とし、後の改訂が脚注として保管されている。2009年には、 原書書版の翻訳、種の起源が公文社古典新訳文庫で上司された。ありがとうございます。